こんにちは。スイス在住、元バックパッカーのベンネです。私は今インターネットを使った物販の在宅ワークで仕事をしています。で、物販と一言に言うと幅が広くて、初心者の方には難しいビジネスのようにも聞こえるかもしれないんですけれども、メルカリで不要品を販売するのも物販なんですね。で、初心者の方はみんな最初はメルカリ物販からのスタートをお勧めしています。で、水泳を習うのに一番最初からクロールの練習はしませんよね。最初はビート板を使って顔をつけて泳ぐ練習、浮く練習、でバタ足の練習と一つずつ簡単なものからステップアップしていきます。で、物販もそれと同じで、簡単なものからスタートすることで失敗して挫折してしまうということをできるだけ防ぐことができます。さて、私もですね、一番最初はメルカリからのスタートでした。私は新しいことを覚えるのが結構苦手な方なので、毎日質問だらけで、もう私にメルカリ物販を教えてくれた先生たちには鬱陶しい生徒だったかもしれないんですけれども、それでもとことん付き合ってくれた先生たちのおかげで、少しずつメルカリでの販売経験を積み重ねていったんですね。で、そんな私は初月は5万円の利益でした。で、これは売上ではなく利益です。物販の実績で月商とか売上でこう発表している人がいるんですけれども、特にビジネス初心者目線でいくと月商も売上もあまり目安にはならないかなと思います。で、例えば月商100万といっても、そのうちの利益が10万円なのか30万円なのかわからないんですけれども、100万円売り上げているというのはもちろんすごいことなんですよね。で、まあ、法人設立していて月商が業績に関係してくるという場合などを除いて、私は自分の懐に入る利益で見なければ意味がないというふうに思ってます。初月の売り上げがいくらだったのかというのは覚えていないんですけれども、基本的に初心者向けノウハウというのは利率が高いノウハウが多いので、まあ、50% だったとしても売上10万円ぐらいだったのかなというふうに思います。ですが、中には初月から10万円の利益を達成する人がいます。私のように一生懸命頑張って初月5万円の人と初月から10万円いく人の違いっていうのは何でしょうか。それはもちろん個々で使える時間が違ったり環境が違ったりで、皆が同じように稼げないというのは当然のことです。それでも初月から10万円利益を上げている人ができていることというのは何でしょうか。今日は主なものを3つお伝えしたいなと思います。まず1つ目、時間管理をすること。これは私もできていなかったことなんですけれども、空いた時間に集中して取り組むのではなくて、時間を決めて仕事に集中するっていうスタイルに変えることなんですね。で、例えば私は子育てをしながらなので、昼間に邪魔されず集中できる時間っていうのはあまりありませんでした。子供がテレビを見てる時間だったりとか、昼寝中だったりとか、そう空いた時間を使って仕事をするよりも、子供が寝てからの4時間集中して取り組むというふうに決めて、昼は家事育児に専念して夜に家事のやり残しを残さないという方が、まあ、効率がいいんですよね。会社員の方なら平日はなかなか自分の時間が取れないと思います。それなら平日は1時間だけ、もしくは通勤時間を仕入れに使うなどと決めて、で、休日に出品とか発送作業を行うというふうに決めていけば、効率よく動けるようになると思います。空いた時間にやるというふうに決めてしまうと、ちょっと面白そうなテレビがあったとか、友達から何でもない電話がかかってきたなどの理由で、簡単にその空いた時間っていうのがなくなっていってしまうんですね。で、最初にしっかり時間を決めて行動するっていうのが大事ですね。次に、毎日の行動を数字にすること。ビジネスですから、月の利益目標を上げるというのは大事です。ですが、10万円という目標を掲げても、どうすれば10万円の目標を達成できるかまで考えられる人はなかなかいません。ですが、これを日割り計算すると、1日に約3000円の利益を出さなければ、目標10万円達成することはできないんですね。そうなると、毎日利益計算をして、数字で自分の結果を見ていくということはとても大事です。1ヶ月10万円というとイメージがつきにくいんですけれども、1日3000円だと分かりやすいですよね。3500円利益があった日は、あ、このままいけば月10万円の目標は達成できるっていうふうに理解できるんですけれども、今日は2000円の利益だったっていう日は、明日は4000円の利益を出さなければ目標達成できないなという意識になるんですね。
この毎日の小さな意識の積み重ねが目標達成につながっていくんですね。最後に利益の追求をすること。私が会社員時代に働いていたブラック企業では耳にタコができるぐらいに言われていたのがこの利益の追求だったんですけれども、自分でビジネスをするようになるとそれがやっとよく理解できるようになってきたんですね。会社員時代は例えばコピーはお客様へ持っていくものでなければ両面コピーにして紙を節約しましょうなんて、こう小さいことも経費削減イコール利益につながると教えられていたんですけれども、まさにそうなんですよね。でメルカリでの発送方法を一つにしてもそうです。例えばですがペンを30本セットで売ったとしましょう。でこの30本を平たく並べて梱包して A4 サイズの封筒に収めて発送すれば175円の送料でいけます。何も知らずにこれを大きめの箱にまあポッと入れて宅急便で送ると一番小さい宅急便のサイズ60サイズでも700円の送料になります。この工夫をするかしないかで利益に525円もの差が出てくるんですね。で値下げを想定した価格設定とか値下げ交渉への対応だったり発送方法、梱包資材に至るまで、まあ、全ては自分の利益につながってくるわけなんです。で初月から10万円稼がれる方というのはやはり小さなところまで利益追求のために気を配られている方が多いです。10万円稼ぎたい、30万円稼ぎたいと思われる方は多いんですけれども、同じノウハウを知っていても成功する人と成功しない人がいるんですね。で方法さえ知れば誰でも何十万円稼げるようなノウハウっていうのはまず存在しません。ですが今日お話ししたような小さなことから心がけていくことで目標に到達する可能性が高くなるということですね。私の LINE アットでは在宅ワークに関する有益な情報をお届けしています。初心者向け物販について知りたいなという方はこちらから友達登録していただきメルカリ物販とメッセージをくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画をはじめ海外生活や旅についての動画も配信していきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またね。